い、どうもこんにちは、芸人ギルドです。はい、こんにちは。お願いします、お願いします。よっしゃ、本日の、芸人ギルドの原神動画は、はい、生物を集めよう。集めよう、集めよう。このゲームは生物を強化するのに生物を食べさせなきゃいけないんですけども、はい、生物を入手するのがやっぱりどうやっても限られてる、うん、そうですね、うん、やってけばやってくほど宝箱開ける機会も減ってって、うん、樹脂がメインの、うん、生物集めになっちゃうんですけども、ね、はい、確定でこういろんなねところに生物が落ちてるんですよ。ほ、箱に入ってたりだとか壺に、はいはい、でそれが毎日毎日こう更新されるというか、うん、またリポップするみたいなんで、うんうん、でそれをねもうニコラスさんはルート決めてるみたいなんで、うわ、マジで、こうやってマルチで、まあ、俺それまだ やれてないのちゃんと、はいはい、ああマルチでニコラさんについてってちょっとルート一緒に覚えちゃおうじゃねえかという、はい、いいですね、はい、お散歩動画です。はい、はい、早速ニコラさんお願いしますよ。こちら行くぞーからスタート。奥倉山、そうです、奥蔵山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 、毎日に同じとこにリポップするんですか。そうだね。うん、はい、クレちゃんが2人飛んでる。はい、プレイ風船だ。プレイ風船、風船ってなんすか。おー、どこに行こうとしてるんだ。この家かな。ここです、この家です。ここの家、ここの家の、はい、この箱です。光ってますか。あー、光ってる。まあこれでこうやって出てくる。ここに1個、うん、はい、とこの壺、あ、ここも、はい、ほうほうほう、1個出ました。あと金もね、地味にね、美味しい。で、この2個でとりあえず終わり。で、次行きます。ワープ。はい、ワープです。はい。1個上の、この読めない、行きます。ないとこ。1個上の近い。ここか。これ何箇所ぐらいあるもんなんですか。何箇所かな、20ぐらい。すごい、もっとあるかもわかんねえや。で、この壺、なんか、はい、家のなんかバグってる。俺バグってる、ね、すごいすごいすごい、うん、バグってる。ここに出てきます。ほうほう、あとこの家の右左ね、こっち、あと左、ここに出てきます。はいはい、で、これで、もうここは終わりで、うん、次がですね、あ、海の方に行きます。海の方、はい、上、上の一個上のワープ。はい、はい、こっちです。はーい、はい、ちょいちょい敵倒す、まあ倒さなくてもいいんだけど倒してもいいみたいなのあるから、あ、途中にボスいたら素材集めがてらちょっとミュートボス倒すみたいなね。ここのやつらの家にあるんだけど、まあここは俺いつも倒してる。なるほど。まあ今日は無視で、ここのまず1個ここにあります。はーい、ここにあります、これ。ここに、あー、なるほど、本当だ。そこ1個だけか。はい、そこ1個、いや、ここ3つ、あとこっちのテントにここにある。ここと、そこのテントと、はい、はい、ここにあります。はい、あとここのポストみたいな。あー、本当だ、3箇所なの。はい、3箇所で、このまま走ります。こっち、はーい、これ人がいるとピン立てれねえんだな。そうだね、自分のところに。で、ここの馬車の瓦礫にあります。ほんとだ、光ってるのが2つだ。うん、ここは1つ、2箇所です。ここ2箇所、はいはいはい、あそことそこだ。うん、オッケー、こうあります、ね、うん、で、1個下のワープ、海側の1個下のワープに飛びます。はーい、はーい、はい、行きます。はい、で、ここはいつも倒してる、そのフラワー、このフラワーとそこのストーンビーなんとかも倒してる。で、この馬車の瓦礫に入ってる。馬車の瓦礫ね、はい、はい、OK です。このまま走ります。で、皆さんね、見てる皆さん、いや、分かりづらい、それだけじゃ分かんないよっていう人、ちゃんと生物がマッピングされたマップ貼るので、後で。
動画の最後にね、動画の最後に、はい、分かりやすいようにするんで真似して回ってくれたらなと思います。いやこれやってないわ、早く。はい、ちなみにこれ全部合わせて食わせたら生物どんぐらいレベル上がるんですか？いや全部は分かんないけど結構溜まってる。ちょっとこれ終わりで見せようか。何日かやってて食わしてないけど、次の目的地へ。倒さないよ今回は。ここの壺にあります。ここはい、ここの壺、あ、井戸ね、井戸ね、井戸、あ、ごめん、井戸、うん、この井戸、井戸ね、はい、キラッとしてる、うん。あ、これ金だけでした、すみません。え、こっちです、うん、うん、あ、はい、こっち、あ、この箱ね、あ、こっち、はい、箱、この箱ね、はい。で、この次が激うまポイント。お、激うまポイントある。このまま走っていきます。あ、俺ここだけ毎日やってるんですよ。なるほど、うん。この草の中の、はい、こう入ってて、ここはまあ美味しい、わかりやすいよ。めんどくさい人はここだけでも。待って待って、はーい、あー、この中ね、うん、はい、はいはいはい、ね、すごい、めちゃくちゃあるね、ここね、美味しいね、ここすごいよな。ここだけで4つ5つ手に入りますよね、うん、そうだね、うん。で、これで、飛んで今度は、絶運の間のワープポイントいきます。無視しますよ。いやでもよくよく聞きますよ、もう毎日やることなくなりましたっていう人、うん、やってないんじゃないですかこういうの。まあ細かいところはね、はい、大抵やることあるよね。そうですね、うん、やることない人も見てほしい。これ全部回ったら30分ぐらいになりますよね。だってね、あれここにあるはずなんだけど出てきてないな。あなた今日取ったんじゃない？ここのいや、やってないです。敵もいない。そうそう、ここのとここにある2箇所、へー、あ、2箇所もどっちもなかったんですか、うん。敵もそもそもリスポしてない。敵いるはずなんだけど。じゃあ、で、戻るワープで。ちょっとショット。はい。なんか画面バグってるからワンチャンバグってるかもしんない。なんかずっとぷよぷよの実が飛んでんだよね。そうですね、ぷよぷよの緑色の、うん。で、こっちです。はーい。これは大変だ。ここのキラキラです。はい。キラキラありますね、うん、この人カンフーしてる人ですよね。そうで、ここの弁当箱に1、はい、うん、で、この2つ、あとこっちか、これ、はい、ここも3個で、うん、で、このまま進ん走っていきます。はい、走っていく。めっちゃ追われてる一番足早いやつにめっちゃ追われてる団長、そろそろ回復してくださいよ、ここ僕らのこと。はーい、あ、ほんとだ。ここの壺に行く、ここの壺ね。で、これ、まあちょい先だけど、これ飛びます。はい、もう取ってワープでいい、戦闘中。あ、なるほど、うん、絡まれても、面倒い場合は倒してもいいし。こっち行きます。はーい、クレーちっちゃいなーですね。ちっちゃい、クレーが一番ちっちゃいんだっけ。7もクレーと7、7とね、クレーちょっと違うらしいよ。ここら辺でね、このホリホリしてるやつらいるんで。あ、ホリ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 軍だね。ここは金だけ、一応ね、欲しい人200もで、こっち、あ、そこのここら辺はね、結構うろ覚えだけど、まあここある一個瓦礫、うんうんうん、結構多いんだよね。で、ここの樽あって、ここ出てくる、はい、ここは野菜、野菜、それは野菜、ここは金だけ、金だけ、ここは生物、生物で、この樽で最後、え、これは石ですね、はい、石。そこのだ、ここのキラキラ全部取ればいいわけですね。まあね、取っていけばいい、はい、はい、で、
て、これで、今度はこのワッポイント山の上、あ、じゃねえ、一個しちゃった、どこだ、一個した、こうしたらね、こっちに飛びました、来れますか、どこだ、ストーン見えてないね、ストーンビジなんとかが2匹いるとこ飛びましたよ、左側の方で、ここのストーン2匹とあの、はい、雷お姉ちゃんはいつも芝居てる、でここ、こいつはホリホリしてるとこね、おお、なるほど、ここに1個あります、はい、とここのガリキリもあります、あ、ほんとだ、キラキラしてる、はい、で、この上、ここにもホリホリしてるやつがいるから、あー、動かして取ります、ホリホリしてるやつのとこにはあるな、あるね、うん、気になっちゃってんだろうな、やっぱこいつらも、で、この3箇所、はい、3箇所で、そしたら右に向かって1、2個先の池渡ったとこの、はい、はい、はい、飛びます、いい上だけなんですね、多分ね、周回が楽なのある、モンドにも何個かあるんじゃねえかな、ちらほらって感じだと思うけど、ここね、ほんとあるんだけど、うん、あ、また出てないですか、ここのテントにもあると、いや、なんかね、1回だけしか取れなかったんだよね、そこ、ちょっとよくわかんない、まあ、これで一旦上、ま、あの旅館に行きます、はい、ここ降ります、はーい、で、この先にある、おこれです、あ、木箱になる、はい、ここ、はい、ここにあります、ほんとだ、あー、落ちちゃった、はい、はい、あります、はい、で、この先なんですけど、一回旅館に戻ります、はーい、戻る、すぐ反対側の窓走ってて、もう飛んでいきます、反対側の窓走っていや、さっきと同じ方、さっきと同じ方向、足元に気をつけて、ドン、ほんとだ、キラリと光ってる、うん、ここにありますね、はい、で、こっち側にもあります、こっちの壺、壺というか箱から、こっちの、うんうんうん、これあります、はい、ありました、はーい、そしたら、一個上の七天神像に飛びます。はーい。七天神像。七天神像に飛びます。はい。はい。で、この家の、確かここは一箇所かな。なんかゴミ吹きも出るんだけど。どこだっけ。よいしょ。あれ、なんか武器しか出なかった。ここなんだけど。ゴミ武器しか出なかったの。あ、今回はそうなのかな。ほら。なんかいつもうろ覚え。あれ、あのとこですか。うん。まあいいや、この。なんでも上のワープポイント。うん、一応来た方がいいかも。はい。はい。いっぱい行って。弓矢マンがいる。じゃじゃじゃ。じいさんの右です。うわ、ここもあるよね。あ、ここね。あとこっちはもう野菜とか石とかかな、確か、はい、ここいっぱい石あるよね、そう、欲しい人は取ってください、はい、しょぼい石たち、うん、で、1個ね、ちょっとめんどいからこっちは発祥る、まあ最後でいいか、あとはこっちのね、上の経営なんとか村、はい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 、こっち飛びます、はい、ワープしてすぐ後ろのおばあちゃんの、はい、この箱、これ、ここなんですね、おばあちゃんのね、ここだ、ばあちゃんの、で、このままこっち走っていきます、はーい、左だ、村の方へ、
村の方へ、村の方へ行きましょう、行きましょう。この壺、この壺にあります。もうこの壺は絶対ある壺だもん。壺多いね、マジで。うん、壺系多い。で、これが、ここにあります。おお、なるほど。ここの巻物がいっぱいある、うん、あと、この先ここ多い。あ、これ野菜でした、先生。野菜でしたよ。野菜でしたね。野菜も取ってください。野菜でしたね、うん、野菜でした。こんなもんかな。はい。で、あと最後ちょっとめんどいけどそれでも行くって人は、はいはいはい、いや最後じゃない、もう一個あります、うん、はいはい、なんかね、アイコン重なるとこっちに反応しちゃうんですよね。あら、そのテントだ、ありそうだね。そうです、ここいいです、うん、3カ所。なるほど、そこね。これ絶対あるもん。ここ3カ所です。うん、美味しいです。お金も美味しい。お金も美味しいよ、うん、美味しいよ、美味しい。で、また1個前のワープ戻って石門のとこが、ね、こういう、ああの上登るやつですね。そうそうそう、はい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 。まあ、ここから登っちゃおうか。出してよ、ビューンってやつ。こっから行くと、ちょっと普通にスタミナ足んないんだけど、はい、まあ、ウェンティーいないと、はいはいはい、ウェンティーいないルートで行こうか。あ、はいはいはい、はい、こっち行きます。左、結構ね、崖が急なの。この左から行ってこう飛びます。ウェンティーいない人も別に うん、こっち行けば行けるよって、ね、そう。ここに張り付いて上がります。はーい、うん、ね、ウィンティーじゃなくてこれでしょ。うん、うん、で、このままこっちにこうやって飛ぶんだ。走っていきますね。ほう、で、この壺でしょ、この家の。壺じゃないです。くぅ、壺じゃない、机です。机、机だー。これで終わり。はーい、はい、というわけで、はい、ニコラスさんに教えてもらった生物ルートを、うん、教えてもらいました。はい、ついてって、うん、20分くらいで終わるかな、敵の撃ったら。まあでも敵もね、倒せるなら倒したいですよね、時間あるからね。まあね、結局、うん、っていうわけで、まあこれやってない人はね、ぜひとも、これをね、一日の日課に、そうですね、してもらえればなと思います。はいはい。で、まあニコラさんのマップ、あのピン立ってるんですよね、わかりやすいですよ。うん、じゃあちょっとそれを最後見せてもらって、はい、それ見ながらちょっとやってみたらどうかなと思います。はい、はい、はい、というわけで、本日の原神動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。またねー。ありがとう。